はい、皆さんこんにちは。今回は、こちらの、4ミリのステンレス棒と、それにちょうど入るサイズのステンレスのパイプ、こちらと、0.3 ミリのステンレスの板、ステンレスシート、こちらを使って、焚き火台を作りましたのでご紹介します。はい、ステンレスの棒をこういうような四角く作って、間に1本、こちらは溶接してます、こちらとこちら、それからこの上側に、ステンレスのパイプを入れて、これを上から叩いて、こう抜けないようにしてます。でこのタイプを2本に2つ作りました。それとは別に、このこの字型といいますか、でこちらも、こことここを溶接してます。でこれを2つ作ってます。でこちらとこれをこう組み立てます。こちらとこれを組み立てます。でこういう形に、なりますと。で、こちらに、ステンレスの板、ステンレスシートをこういう形に2枚作って、それをこうつながるような形に、しまして、こちらにこう切り欠きといいますかをつけまして、でこれをこれに、セットすると、こういう、焚き火台になります。で、こちらは特にあのスリット等は開けてませんが、特に問題ないく使えるようです。で、こちらは、この A4 サイズの袋に入る大きさ、それにこのやかんとか、鍋を乗せれるようにこういうのを、こちらも同じくこうステンレス棒をこう曲げて、ここを溶接して、こう強度を上げてます。でこれをこう置いて、この上に、やかんまたは鍋を置いて、使うという形です。でただちょっと溶接がこう必要ということで、ちょっとハードルが上がります。ステンレスの溶接が必要ということです。はい、で今回これは、A4 なんですが、このちょっと小さいサイズ A4 A5 サイズの、100均のこう袋に入るサイズも作ってみました。こちらは同じくこうで、これをこうで、こちら実際に、試しで、火をつけて使ってます。ちょっと黒くなってますが、こちらが A5 サイズで、こちらが A4 サイズですね。こういう形です。A5 サイズ一人で使うにはこれ A5 サイズでも十分かなと思います。以上 A4 サイズ A5 サイズのコンパクトに折りたためる、焚き火台を作ってみました。はい、A4 サイズ、A4 サイズですね。
こちら A4 サイズで、こちらが A5 サイズで、前回の動画で、上げてます。こちらが B4 サイズで、こちらが B5 サイズ、 B5 サイズ、 B4 サイズ、A4 サイズ、 A5 サイズと、こう4種類、トータル4種類作ったと思います。B4 サイズはちょっと人数が多くて、なんか、貝とか魚とか焼くにはこのぐらいのサイズが便利かなと。で A4 サイズ、1人または2人ぐらいで、こうバーベキューしたりするのにちょうどいいくらい感じかなと。B5 サイズ、こちらは1人、または2人はちょっと小さいかもしれないですけど、まあ、なんか貝焼いたり魚焼いたりっていうぐらいはいけるかなと。で、A5 サイズ、1人で、ソロキャンプとかには A5 サイズでも十分かなと思います。以上、合わせて4種類の焚き火台を作ってみました。以上、ご視聴ありがとうございました。